おはようございます。大きです。本日は中村天風先生シリーズ、レンシ体のお話、7回目になりますえ。今回は水の応用ということで、前回ね、お水をこういう風にね、使いましょうというお話させていただいたんですけど、さらに応用編ということで、 飲み方とかですね湿布の仕方なんていうところも店舗先生教えてくださっておりますのでそちらお話しさせていただきます。というわけでまずですねその具体的な方法に行く前にお水がいかに人体にとって大切かというところをご紹介させていただきたいんですがまずよく言われるように私たちの体というのは70%以上がこれ年齢によって変わるんですけど水でできているよということですね。で 血液だろうが、リンパ液だろうが、このお水がなければできないし、働けない、でそれがね、働けないということは、各臓器、細胞にですね栄養、酸素が行き渡らないし、老廃物の回収もできない、要はね、体が悪くなっていくよということで、このお水の状態をね、いい状態にしましょう、ちゃんと水分量を保ちましょうということが大事になってくるんですけれども。 で今ですねこの老廃物の回収というお話もさせていただいたんですがお水をちゃんと取っているとですね実はえ大便、小便でこう体の悪いものを排泄するというのはもちろんなんですけれども皮膚からもですね呼吸であったりそれから汗ですねぼたぼたという汗もそうなんですけどじわーっと出てくるような気がつかない間にこうちょっとかいているような汗なんかでも悪いものをですねこう体の外に出しているんだということなんですよ。でそれをしてるから皮膚 というのは実は実腎臓協力してねこう体の余分な水分とか悪いものを出してくれてるでそれが水が足りないとできなくなっちゃうよっていうことで腎臓に負担をかけちゃうよということでそれによってねいつか大きな病気につながるかもしれないということでお水はねやっぱりちゃんと飲んでおかなきゃいけないんだってお水飲んでないとそのね小便や汗だけではなくて 大便、うんちですね。これも出なくなっちゃう。要はね、うんちが硬くなっちゃうよとかね、腸の動きが悪くなっちゃうよということで、その便秘っていうのはですね、天風先生が学ばれた、えー カリアッパー先生のところのねヨガ哲学なんかでもですねとにかくこの便秘をほっとくとねいろんな病気の原因になっちゃうんだっていうことでとにかく恐れなきゃいけないこの便秘だけはね防がなきゃいけないっていうふうに考えられていたそうなんですね要は体の中にゴミ溜めてるのと一緒ですからねそうするとどんどんそのゴミから出たものをまた再吸収しちゃうっていうふうになっちゃうのでうんちはしっかり出しておこうということでそのためにも水を飲もうということなんですけれどもじゃあ そのお水を飲むにあたってですねそのヨガの人たちはどういうふうに考えてたかっていうと水っていうのはね命の霊液なんだつまりこの命をね保つためによりよく生命力をね生かすために必要な目には見えない栄養素でも出てこない 活力力とというももの命のの命がぎゅっと詰まってるものなんだいいうふうに考えられていたそうなんですねだからこれを上手にしっかりね飲んで満たしてあげることによって、まあ、便秘も解消できるし体のいろんな機能っていうのがねちゃんと働くようになってるんだっていうことをその科学的にではなくてインスピレーションでですねこのヨガの里の人たちっていうのは ちゃんと理解して実践していたんだということなんかも教えてくださっております。でそれだけ大切なお水飲み方なんですけれどもまずどんな水がいいですかっていうとやっぱりミネラルが豊富なカルシウムとかマグネシウムがちゃんと入ったものを飲みましょうとテンプ先生おっしゃっております。でその飲むときなんですけれども観念を用いてただくびっと飲むんじゃなくてもちろん飲んでちょっとねこう噛むとかですね、まあ、体温に近づけてしっかりね味わって飲むっていうの大事なんですけどその時に 今ね必要な活力をこの水によって満たしてるんだとかっていう風にね体をこう掃除してくれるんだとかっていう観念を持って飲むといいよって教えてくださっておりますでさっきのね出てきたヨガの里の人たちはどういう風な観念を用いてるかっていうとこの水を飲むことによって健康と力を与えられ神の理想に即す自然に至る 要素を受け入れるというようなね観念を持って要はこのお水を飲むっていうのはね体を強くして命をよりよく生かして要は神の意図にねのっとった自然のえ状態をねより良くするための人間のこの使命を全うできるねそういう体を作るんだそういうイメージを持って飲んでるんだということなんですよね。こここまではちょっとあのなんかこう 難しいかなって思う人でも今このお水を飲むことによってね排泄をスムーズにするんだとかね力をもらうんだ健康になるんだっていう観念を持ってっていうところは真似できるんじゃないかなって思いますでこれ何も水だけじゃなくてですね食べ物を食べるときも一緒ですよねできる限り一人で食べるときとかっていうのはねやってみてもいいのかなって思いますはいでそれからですね食事の前なんかも一杯お水を飲む で、それから就寝前にもできれば水を一杯飲む。で、その時にね、食事前に飲むことによって、まあ、この胃腸のね、働きを良くしてあげる。で、消化が良くなって、 で食べたものをこう吸収できるような形にしてあげることができるよとかですねそれから就寝前に飲むことによってこの時も観念としては今このお水がね寝てる間に体の中をきれいに掃除してくれるんだなんていうふうに飲むとですね朝の排便がスムーズにいくよっていうので朝ももちろん起きたらですねしっかりこう補給してあげる寝てる間にやっぱり発汗とかで失ってるので1杯から2杯しっかり飲むんだよということで 何度も出てきてきる先ほどからねこうヨガの里の人たちも必ずですね朝12杯お水を飲むそうなんですね。はいというわけで、えー、次ですね水を中から用いるとかではなくて今度。 湿布としてね、用いるっていう方法なんですけれどもえ、前回ですね、冷水浴とか冷水摩擦の外から用いる方法をやったんですが、その、まあ、応用というかですね、えすごく湿布っていうとですね、なんかこう、すごいアイス飲みたいな、氷で冷やすみたいなイメージがあるんですが、そうじゃなくて普通のね、こう水道とかで、 手ぬぐいとかをねこう濡らして絞って当てるっていうだけの水シップなんですけれどもこれが何がいいかというと本当にいろんなねこう炎症とかを抑えてくれる痛いところとか辛いところにやるといいよということなんですけれどもなぜそれがねよく効くかっていうところテンプ先生がおっしゃってるのは例えば このどっか痛いなっていうのでやった時にその中からその炎症を起こしてるところとかうっ血を起こしてるところの血液をですねこの皮膚の表面に 吸い上げてくれるというか発散させてくれるよということなんですよ。それによって熱を持ってたら熱を発散するし老廃物がこう滞ってるんだったらそれも流れを良くして出してくれるよということでそういうのでね痛みがなくなったりとかねその症状が抑えられたりということがあるんだ。だからねただのお水だけれどもこのお水をね湿布でやってあげるっていうのはねいろんなお薬を塗った湿布なんかよりもいいんだよということですね。 もないですしでえ応用編というかですねこの内臓のね、うん、あの不調なんかにもいいよっていうのが要は便秘ですねさっき出てきたうんちがなかなか出ないっていう人はお腹にねこの水湿布濡れてぬむよこうやって当てるんだでその前にですねりんごの絞り汁に塩辛いぐらい塩を入れてぐっと飲み干すと。 で、それでこうやってね、やってると、もうとにかく出るよというふうに教えてくださっております。で、それからですね、肺の不調で喘息なんかが起きてる時とか、なんかとにかく咳が止まらないという時は、そのね、水しっぽをこの胸のあたりにね、こうやって置いて寝とくといいよとかっていうところもですね、教えてくださっております。で、これはですね、なかなかこう目に見えない話だし、ちょっとね、信じれるかどうかっていうのはね、人それぞれ違うと思うんですけれども、 この水しっぽをやることによって電磁気的な効果もあるんだ。要はねこの人間の臓器とか全部ね要は電気信号で動いてるよねっていうことでじゃあその電気信号がちゃんと正しくね行き渡って強くね働いてれば内臓なんかも元気でいられるんだけれども。 それが弱いいかから例えば消化不良を起こしたりとかいろんなな風にってくるだけど水しっぽをやることによってとにかく血液の循環がね良くなってその電磁気的な要は指令的なねエネルギーがちゃんと回るようになるんだっていうふうにえ教えてくださっておりましてだからこう冷たいねものに親しむ「嫌だ冷たいのは嫌だ」っていうふうにやるんじゃなくて。 かといってね、この氷とか、そのアイスのみたいなね、あんまり冷えすぎたものではなくて、そうやって水ぐらいでやってあげるといいよということで、あとは、寒い時とかにね、外に出て、思いっきりね、こう、まず、 息をを吐き切っててそれれから冷たい空気を肺の中に入れてあげるとかっっててていいいうのもいいですすよとと教えてくださっておりますとにかくそういうのをね、恐れずに親しんでいきましょうということですね。ただ、一個ね、補足しておくと、やっぱりね、こういうのもバランスが大事なので、あんまり過度に冷やしすぎたりとかね、冷たいところでいきなりグッて吸ったらね、びっくりしちゃうと思うので、その辺はね、あのバランスよく自分の体と相談してやってみるといいかなと思います。 次回はそろそろですねこの体のお話ラストぐらいになってくるんですけれどもあんまについて、まあ、マッサージですね自分でできる方法なんかを教えてくださっておりますのでそちらも簡単にご紹介させていただきます。はいというわけで最後僕の所感なんですけれどもこの水飲むそれから水湿布とかね当たり前ですごい簡単にできるんですよねだけどやっぱ僕自身の実感ですけどめちゃくちゃこう 元気になるし、水ちゃんとね、あの、こまめに取るようにすると。で、それから、水湿布とかもね、痛いとこやったりすると、やっぱ楽になるんですけど、やっぱ忘れやすいんですよね、簡単すぎて。で、簡単だからこそ、これはですね、思い出したらたまにやってみる。で、水湿布なんかはね、覚えとくと、誰かね、困ってる人、家族とかがね、あ、肩痛いとかね、咳き止まんないってやると、なんか一個やってあげれるじゃないですか。それで良くなるにしろ、どうにしろ、その、 なんだろう知っててやってあげれてその副作用も何もほとんどないっていうものがあったらその要は自分のななんだろうなその気持ちとか愛をこうそれを媒介にして与えてあげれるっていうのもあるのでいいんじゃないかなと思うんですよね。まあこれがね水をちょっとね多少飲むのにめちゃくちゃお金がかかるとかっていうんだったらちょっとやめときなってなるんですけれどもまあそういったものでもないのでいいんじゃないかな特にねこうして。 自然が与えてててくくだだささっったた水を応用させていただくっていうでこういう話をするとじゃあ,あの水飲みすぎて水毒たまったらどうするんですかっていうね話にもなってくると思うんですがその辺はですねだから出せるようにねちゃんと運動するとかですね入浴するとかですねその辺もこう気を使いながらねやっていくといいんじゃないかな。要は、えー、何やるにしたって メリットとやりすぎたらデメリットっていうのは絶対あるのでそうならないようにバランスを取るとかバランスをちょっと崩しちゃったら戻す方法を知っておけば別に怖いことはないので全部をねそういう風にうがった見方をすると何もできなくなっちゃうのでそのあたりもですねあのー、まあ色々チャンネルでお話しさせていただいてますので他の動画なんかを見ていただけると嬉しいですというわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます自分の主人は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください今ど どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ皆さんが健康で幸せでありますように今日もありがとうございました